断ち切れるものではない壮絶なものであった。天に伸びる木は地獄に根を下ろさなければならない。地獄の淵をさまよい、船木一夫は我々の前に現れた。しかし船木一夫の存在理由は地獄の中にある。想像もできない劣悪な家庭環境の中で育った船木、幼い彼の瞳の奥に映ったものとは、そして地獄の中で彼を支えていたものとは一体何だったのだろうか。船木一夫が自分と父親の二役を演じた舞台親父の背中が千秋楽を迎えた。その初日、船木一夫を一目見ようと集まるファンは中年層ばかり。彼女たちにとって船木一夫とは青春そのものなのである。船木の歌う高校3年生を媒体に青春時代の懐古回帰にふけるもの、また明日への活力を蓄えに来るもの、様々である。一方船木にとっては高校3年生の他にもう一つ、自分の生い立ちという今まで背負い続けてきた二つのものを披露しなければならない。舞台はどれだけ自分の感情に入り込まないで演じきれるか、またこれは天国へ行った家族への供養だと船木自身は語る。なんとかやってくれる、それだけ頼む。この弟のシーンだけは俺自信がない。あそこの正常の手を言い聞かせろ。そこでもし俺が途中でこう絶句したりしちゃったら、もうなんか手を加えてて、そこだけは自信で。お願いします。いやもうこんなにあなたね、似てんだもん、やだよ。似てんだもん。似てるんだってどうしよう。はい、この舞台の脚本演出を手掛けるジェームス・ミキが現れた。そしていよいよ本読みが始まる。それじゃあ舞台親父の背中は船木一夫が父親と共に歩んだ波乱に満ちた人生をドキュメントタッチで描写したもの。二部構成の舞台で第一部は船木一夫が父親役を演じ、第二部で本人役を演じる。その中身は父と息子の壮絶なドラマ。船木さんの芝居をやるのに、船木さんといろいろお話をしてましたら、お父さんの話を聞いたら大変面白いんですね。船木さんお父さんやりませんかって言ったんですね。で、船木さんしばらく考えてて、ということに、なりましてね。お父さんっていうイメージってのは昔はこうだったなっていう、そういうものをちょっと今の若い人たちにもぜひ伝えたいと思うんですね。今日からこの人が新しいお母ちゃんだ。学校のことから飯の支度まで全部面倒かけるんだ。ちゃんと挨拶せんかい。のんびりなことですか。俺の月が落ちたのはお前のせいみたいなもんだけど、お前のためにバンプ中止の足を洗って借金までして新しい母親まで見つけてきた。こんなざまだ。でもカップラーだ。舞台のため幼い頃の自分に立ち返ろうと船木は成果のあった場所を訪れた。随分この辺り変わりましたか。ええ、もうまるで変わりましたね。線路の雰囲気は変わってないですけどね。全然もう僕も、まあ、育ったうちなんてもう雰囲気ないんだけど、まあ、ここが昔の普通の長屋だったんですね。時代劇に出てくるような長屋だったんですよね。でここなんですね。これがまあ僕が生まれ育ったっていうか、生まれたのはここじゃないな、育ったのおばあちゃんが住んでたんですよね。でここにまあ街道沿いですから、こうでっかい松があって、屋根をぶち抜いて松がでかいのがあったんですけどね。もう今もう別の方が住んで完全にもう普通の家になっちゃってますけども、まあ、当時の長屋の雰囲気が残ってるとそちら側の家が少し残ってるかなという感じですよね。船木一夫の生まれた一宮市萩原町、平安時代より織物産業で発展した町。贅沢はできないはずだという看板が町で見られるようになった昭和19年、祖母の代から続いたこの賭場が後の青春スター船木一夫の成果であり、
父親は一宮の飛車角と言われた筋金入りのバクト。花札を叩く音が途切れた夜はなかった。昭和19年冬、上田家待望の長男が生まれる。上田重幸と命名されたその子こそ後のスター船木和夫その人である。父栄吉の可愛がりようは大変なもので、実母もその幸せに浸っていた。この子を幸せにしなければ、父栄吉は誓った。俺は息子のために堅気になる。栄吉は悩んだ挙句そう決意し、長年なりわいとしてきたバクトの世界から足を洗うのである。しかし栄吉の息子に対する思いやりとは裏腹に、船木家の運命の歯車は噛み合わなくなる。バクトの世界から足を洗った栄吉は映画館を経営し生計を立てようとしたが、慣れぬ堅気の世界、船木家の家計は坂道を転げ落ちるように傾いていった。思うようにならない苛立ちから父栄吉は女房に当たることが増えた。そんな両親の醜態を幼い頃から嫌というほど見せつけられた。初めは止めに入っていたが、子供心にどうすることもできないと感じ取ったのか、次第に喧嘩が始まると外で時間を潰すようになった。船木少年は自分の置かれている環境を遠目でしか見れなくなってしまった。次第に少年の心は冷めていった。そんな中、実母は父栄吉が家を開けた隙に逃げるように出ていった。実の息子との別れに一言の言葉すらかけない母。やっぱり出ていったか、小学校1年の船木少年はそう思っただけだった。そんなある日のこと、親父が新しい女を連れてきた。今日からお前のお母さん。挨拶せんか。強引な父に対しどんな顔をしたらいいかわからない船木少年の姿がそこにはあった。しかしその女は1ヶ月ともたず出て行ってしまう。その後も3番目4番目と新しい母親が次々やってきた。一日中家計簿ばかりつけている女、来ては掃除ばかりしている女、ひどいのでは1泊2日で出て行った女もいた。母親がこんなに変わるのも経済的な理由からであった。食うものもろくに食えない貧乏な家に女性がいられるはずもない。その上親父は他にどんどん新しい女を作る。そんなことで些細な喧嘩をして啖呵を切って追い出しても、栄吉は重と反りが合わないからと調子よく息子のせいにしたものだった。さらに無類の酒好きの親父、酒場で酔いつぶれた親父を迎えに行くこともたびたびであった。小さな船木少年は両肩にずしりと父の重みを受け、暗い夜道を家に向かう。父親と息子という関係は完全に逆転していた。入れ替わり立ち替わり来る母親もついに途切れた。親父が金銭的に最も苦しい時期で、再びバクトの世界に出入りしていた。そんなある夏の夕方、親父が土足のまま今に駆け込んできたかと思うと、タンスの中の有り金をわしづかみに。しばらくいないからだ。すぐに何かあったなと察することができた。栄吉が出ていくのと同時に、おめえ親父どこ行ったんだよ。明らかにチンピラと分かる男が飛び込んできた。親父どこ行ったんだよ。カッコつけるわけじゃないけど、怖いとかなんとかっていうことはなかったよ。あの親父が抜け出って、それから裏へ抜けるんですね。で、裏へ抜けるとその線路の向こうの方にだいたい走って2分ぐらいで駅があるんですよ。当時はあの30分に1本だったんですね、この単線が。で、その前、僕は郵政見てたから、その前に行った電車をこう見てたわけですよ。これ3、4分だったらきっともう電車がここ通り抜けるなと思ったから、で、親父が抜けた時間をこうパッと瞬間に計算したら、あ、多分間に合うなと思ったんですよ。それでゴソゴソやってるうちに、そこの踏切のところを電車がガーンと通ったから、あ、親父乗っかって間に合ったなと思ったから。あんな綺麗な電車じゃなかったけど。その数ヶ月もヤクザの親分に親父が話をつけたのだろう。チンピラと親分が家に詫びに来た。親分の懐からおもむろに差し出された白い布の中は
なんとチンピラの小指。中を確かめた親父の顔が変わった。あんな厳しい顔の親父を見たのは後にも先にもない。しかし船木少年にとっての本当の地獄はここから始まるのである。親父が金の工面をしてくる1週間だけという約束で浜松の戦友の家に預けられることになった。見ず知らずの人の家に置き去りにされた船木少年の心にはやり場のない寂しさと大きな不安が募った。初めは3人で食事をしていたが、親父が約束した1週間はたちまち過ぎ10日15日と経っていった。次第に戦友夫婦の態度も変わってきた。おかわり。日本中どこの家庭もひもじかった。他の家の子供に構っている余裕などなかった。3人で食事をするのが船木少年にとってひどく憂鬱になっていた。そこで船木少年は極力食事抜きの生活をした。空腹で耐えられない時は丼一つを持って台所に行き、丼にご飯だけもらう。船木少年にとっては丼にご飯をもらうことすら憂鬱だったが、生きていくためには仕方がないことだった。ご飯だけをもらった船木少年はおかずとして、なぜか納屋に置いてあった醤油をご飯にかけて食べた。しかしご飯に直接かけてしまうとすぐになくなってしまう。さらに親父は一向に帰ってくる気配はない。醤油の量も少なくなってきた。そこで船木少年の取った苦肉の策は、小皿に醤油を 2,3 滴垂らし、それを割り箸に染み込ませる。そして醤油の染み込んだ割り箸をしゃぶりながら丼飯を食べる。その醤油飯を3週間も食べ続けた。醤油飯だけの生活。空腹のあまりある日川に魚を取りに行った。足場の悪い川の中で魚を追い込んでいるうちに足を滑らせてしまい、左足の生爪を剥がしてしまった。一人ぼっちの船木少年、怪我をしても戦友夫婦も頼れない。医者に診てもらう金も一銭もない。そこに目についたのは例の醤油。船木少年は悩んだ挙句、食べて大丈夫なものだから消毒に使っても大丈夫だろう、そう思い怪我をした親指に醤油を垂らした。激痛が走る。そして醤油がなくなる寸前、親父が迎えに来た。しかし親父はどうやら金の工面には失敗したらしい。相変わらず貧乏は変わらなかった。本当の貧しさ、それは他人が羨ましくなくなる。自分の住んでいる世界とは全く違う世界だから、船木少年も他人を妬んだことはなかった。それほど貧乏だった。そんなある日、親父が船木少年に相談してきた。実は本当のお母さんがお前を引き取りたいと言ってきたんだ。親父との生活を噂で聞いて実の母からそう言ってきたらしい。親父の難しそうな顔を見て即座に嫌だとは言えなかった。うなだれうなずくしかできなかった。すでに再婚しているという実母と会うのはあの別れ以来だった。手を引かれ新しい家に向かう道中、はしゃぐでもなく運命に身を任せるだけであった。引き取られて2週間ほどしたある日、夕食にすき焼きが出た。真っ先に肉に箸を伸ばすと、まるで三流映画のワンシーンのようだった。船木少年はショックだった。その男にではなく、そんな男を見て見ぬふりをする実母の姿に。こんな状況の中で船木少年の心は歪んでいき、顔面神経痛になってしまう。その噂を耳にし、様子を見に来た親父は、歪んだ我が子の顔を見た瞬間、頭の中が真っ白になり、一目散に船木少年をひっつかむように抱きかかえ、その家から連れ去った。そのキロ、父栄吉は誓う。シゲは俺が守る。俺しか守れないんだ。親父の背中で安心する船木少年。親父は心を入れ替え、息子の幸せだけを願うのであった。親父と船木少年、二人は再び運命の糸に手繰り寄せられた。でもやっぱり一番喧嘩したのは結局9人目の袋じゃん。
親父が言ってましたけど、あの野郎俺が一言言うと巫女と横と書いてくるっていうね別にそれでも分からなかったっていうのはその人っていうのはやっぱりその貧乏状態を見事に切り盛りしたということと、それからもう一つはやっぱり弟が生まれたという、これが大きいわけですよね。最初はなんだかなきっと思ってたと思うんだよ。ただそのうちに気がついてみたら、まあとにかく可愛くてこのまま行ったら俺と同じになっちゃうって思ったんですよね。それが中1の時ですからね、僕がやばいなこれと思って、ね、とにかくあいつが小学校へ入るまでになんとかせんやっていうのがものすごかったんですね。中学生になった船木少年は新聞配達を始める。それは家計を助けるためと何よりも弟のため、それが船木少年の生きがいであった。物事を遠目でしか見れなかった船木少年の冷め切った心に徐々にぬくもりが戻る。こいつを俺の二の舞にしてはいけない。弟のために船木少年は生き生きとしていた。自分が弟の父親、弟が唯一の生きがいだった。当時音楽部に所属していた船木少年は歌には自信があった。俺には歌しかない、歌手になって弟に普通の生活をさせてあげたい。トントン拍子でデビューが決まり単身上京することになった船木の気がかりはただ一つ、弟のことだけだった。しげ、もう行け。弟のため、そして家族のため夢に向かう。俺が弟を、そして家族を守る。高校3年生、船木和夫さんです。赤い夕日が校舎を染め、シンデレラボーイだった。船木和夫は神聖のごとく人々の前に現れた。出す曲すべて大ヒット。どこに行っても大勢のファンに囲まれ、地獄のような貧乏生活しか知らない船木にとってそれはまさに天国そのものであった。そして名実ともに橋幸夫、西郷輝彦と並び御三家と呼ばれるまでの人気に、当然のごとくスター船木和夫には大金が転がり込んでくる。それは船木が家族のためにと望んだ以上のものだった。その38年の6月分の月給っていうのを5万円もらったわけですね。これを送ったらとりあえず楽だろうと思ったからな。だからその後どうなるかこうなるとかって問題じゃなくて、とりあえずこれを送っといたらこれ半年食えちゃうよなって、ほっといてもそうでしょ。だって大学での初任給が1万円ちょっと手取りで残るかっていう時の5万円なんだから、普通に生活して半年食えちゃうわけだね。しかし船木のそんな気持ちとは裏腹に、家族は思わぬ方向に向かっていってしまう。次第に家族はスター船木和夫にぶら下がることが当然のようになってしまう。親父は働くことをやめ、船木の金でスナックに行き、行った飲み屋の先々で、俺はさ船木和夫の父親だ、俺の彼氏だよ。そう言ってはコンサートチケットを配り、息子の自慢ばかりしていた。親父にしてみれば船木が売れているということが嬉しかっただけなのかもしれないが、一方弟も船木のところに来ては遊ぶ金をたかり、その金で豪遊する生活に。船木は自分がやってきたことが分からなくなった。家族のために、弟のために、ただそれだけを考えて今まで必死になってやってきたことが全て裏目に出てしまう。どこでどう家族の歯車が狂ってしまったのか。
さらに追い打ちをかけるように船木はどん底に落とされる。この絶唱という曲でレコード大賞を取り逃がす。歌手船木和夫にとってレコード大賞は永遠の夢だった。それをあと一歩のところで逃してしまう。そして親父は親父で事務所の金を勝手に使い込む。それもかなりの大金を。さらに弟も弟で高校を中退しろくに仕事もしない。船木和夫の心は失意の底に沈んでいく。もう船木に逃げ場はなかった。追い詰められた船木は最後に残された手段を取ってしまう。婚約中の身だったにもかかわらず。消息を絶って3日目の4月7日自殺を図った船木和夫さん。自殺の原因について彼は